ドナウ川のサザナミは、ルーマニアの作曲家、ヨシフイバ・ノビチが1880年に作曲した、ワルツ。1880年に、ブカレストのコンスタンティン・ゲ・バウアー社から出版された。エミール・ワルト・トイフェルが1886年頃に、編曲した版が1889年に、開催されたパリ万国博覧会で演奏され、その哀愁を帯びた、戦律。 オーケストレーションの見事さなどから、東ヨーロッパの作曲家のワルツ作品としては、世界的に有名になった。日本では、田村定一が作詞した、ドナウ川のさざ波が1902年に、慶応大学で清唱された。近畿日本鉄道の近鉄名古屋駅では、大阪上本町、大阪南馬駅特急アーバンライナーが発車する際の、発車メロディとして用いられている。 日本統治下の朝鮮では1926年に、限な灘に見投げして上司したソプラノ歌手の陰神、特の歌による死の賛美が、大阪の日東レコードから発売されて流行した。1946年に公開されたあるジョルスンの電気映画、ジョルスン物語では、アニバーサリーソングの台で歌詞をつけて歌われている。2000年のマイケル・デドク・ドゥビット監督のアニメーション映画、 岸辺の二人の BGM として使われている。ありがとうございます。